こんにちは、ライムです。ということで今回は第37回武勇祭絶ボスバトル2新キャラなしで上位を狙え攻略解説。はい、なんか今回珍しくね武勇祭やる気出して、なんと今回この武勇祭動画4本目ということになるんですけど、先ほどねボスバトル1の攻略動画、新キャラなしの同じようなね攻略動画出したんですが、まあ、今回全然編成違いますけど、なんか思ったよりねちゃんとスコア出てびっくりした。新キャラなしでも意外といけるなぁと思って、うん、なんでぜひねボスバトル1でくじけた方もまあいるかわかんないけど、ボスバトルの2の方が全然スコア出せるので、なんかねちょっとつまずいた、全然伸びねえなっていう方は何らかの参考にしてほしいなと思います。はい、ということで早速ちょっとボスバトル2のお話からしていきましょう。こちら今回ボスが日向さんだね。で攻撃耐性が物理マイナス 50% になってます。でなんと戦闘スキルが今回3つしかない、すごくシンプル。技能のマスオコンのゲージ増加量マイナス 80% のデバフ、さらに会心耐性バトル終了目の 100% アップ、それから全てのマスオコン技能のマスオコンに変換ということで、こんだけしかない。なんで意外とねパーティー編成の幅が広いんだよね。やっちゃいけないことは会心率アップだけなんで、もちろん会心力アップとかそういう会心バフ系は使わなければいいので、それ以外のことは全部できる。今回の踏破戦とかねボスバトル1にあったような強心率上昇封印状態とかそういったものもないから、強心バフも使えるし、もちろん強心力アップとか強心耐性ダウンも使って OK、 でその他のバフもね貫通率も余裕で OK、 もちろんねそういったものも全部駆使して戦える。でちょっと厄介なのは全てのマスオコン技能に変換っていうことを2回やってくんだよね。3ターンおきに計2回やってくるっていうギミックがあるんで、これをどうするかっていう、どう立ち回っていくかっていうところがポイントなんですよ。でこれと合わせて技能のマスオコンのゲージ増加でマイナス 80% なんで、ただただその変換された技能のまま消しちゃうとね、マイナス 80% のデバフで消してもほぼ意味がないので、実質一旦無駄にすることになっちゃうんですよ。なんで、まあ今回の立ち回りだともう変換しちゃう、加護のマスオコンに。ディアブロないけど、ディアブロがいないので無理やり強引に変換しまくって、過去のまあ5コンボとか6コンボぐらいにも無理やり持ってく感じにしてる。はい、まあ、結局それが一番無難かなっていうとこだね。うん、まあ無駄にするよりかはいいかっていう、 SP かなりカツカツになるけど、はい、そんな感じで立ち回ってみました。なんでここはねちょっと皆さん手持ちとか、あと人によって全然パーティー編成変わってくると思うので、まあ、あくまで参考に捉えてください。絶対これじゃねダメってわけでは全くないので、いろんな編成考えられると思うんでね、皆さんの手持ちで最適な、編成を組むといいと思う。でもちろんのことボスバトルと1と同じように、ね、チャージ型のパーティー編成をおすすめします。最後8ターン目までにしっかり各種ゲージ貯めて、最後に極み奥義にバフ乗せてフィニッシュっていうやり方がいいかなと思いますので、パーティー編成紹介したいなと思います。はい、こちらですね。もう綺麗な、これは綺麗な、もう綺麗だ語彙力がない、綺麗な新キャラなし編成っていうことだね。はい、でまず紹介するのが、はい、今回メインカゴのルミナスですね。これコリウスの夢またはオクタグラム勢力の攻撃をバトル終了まで 12% アップ、無限加算、さらに味方全体の強心率一旦 100% アップ、さらに加護のマスオコンの SP 増加量バトル終了まで 100% アップ、最大 500% までということになっておりますので、こういったキャラを使ってあげるとね、ガシガシ使ってあげようね。そうすると攻撃力ガンガン上がって最後にスーパーダメージを出すことができるよ。で刻印符は加護の奥義ゲージ増加量3対 40% アップ、これなかなかね、過去のマスオコンを普通に消してるだけじゃなかなか奥義ゲージたまんないんで、刻印符の力を借りて貯めていこうという作戦です。能力を開示します、はい、あとはメインアタッカー、今回天気単体通常ダメージ 90% の空属性魔法攻撃、
のビオレさんですね。こちら味方全体の魔法も一旦 100% アップできる、さらに変換スキル持ちということで、やはり強いビオレで、あと今回技能変換枠、さっき言ったディアブロがいないので無理やりね技能変換を使いまくって加護にね全部変えようっていう作戦で技能2枚加護に変換キャラを2人入れてる。なんならカズマさんのスキル1も使いたかったんだけど SP の関係上どっちにしろ使えないので、これほんとカズマさんただの変換枠になっちゃっただからここはあの何でもいいわ、変換できるキャラだったら何でもよかった、別にカズマである必要全然なかったねこれね。それこそあの配布の水着リムルとかでもここ全然いいわ、なんなら全然むしろそっちの方が変換2種類あるからそっちの方がむしろいいかもしれない水着リムルでよかったね、使わなかった。あとブラン、はい、これが味方全体の弱点特攻 100% アップと強振耐性ダウン、さらに奥義の発動痕を3枚カーゴに変換ということで、まあ、これチャージ型カゴだと非常にまあ相性がいいキャラですね。はい、それからアルビス、これもカズマさんと同じ変換持ってます、技能2枚カゴに変換と、あとこれ大事ね、バフ貫通率アップとあと貫通耐性ダウン、はい、今回ねこういったバフも駆使して戦っていけます。あとジョーヌだね、これが奥義の発動痕バフだね、はい、それから強心力、自身の強心力 30% アップと、あと原初の悪魔戦役の極み余儀発動痕ダメージ力一旦 70% アップ、さらに空属性耐性ダウンできるんで、まあ、非常に強力なね80バフと55バフを兼ね備えたキャラとなっております。あ、音が消えたけど、音消えましたが、まあ、とりあえずそんな感じなんでやっていきましょう。あともう今回ねあのプレイ実況してるんで、あと実況ライムの話をねよく聞いてやってみてください。あと立ち回りうまくいってないのはごめんなさいって言っておきます。それでは参る。強大な魔力の接近を感知しました調子に乗るのも今のうちに、いつやりますか。よかろう、やってみせよ。さあ変換していくぞ。任せてもらおう、あとは引き受けましたわ。2ターン目の運ゲーで頑張っていこう。あよかろう、やってみせよ。これいいんじゃない、見てらんないね。来たか、来たか、来たな、ゴッド盤面。うん、いやまだ加護6コンボいけるぞ、まだ加護6コンでまだ参る。まだ参るぞ。あとは引き受けましたわ。わあ、ここでビオレのスキル溜まってないのよ。溜まってたらよかったな。溜まってないか。重要なの、次のターンが技能に6枚変換されちゃうんですよ。あ、なんていうスーパービオレ魔装コンここ運ゲーだからね、別にビオレの魔装甲に変換されるとかそういうじゃないからね、ただ技能に変換されるだけだね。たまたまビオレが5コンボだ、本当にたまたま。ここ変換スキルフルになっちゃうな、フル変換。待って、でも待って、微妙に SP 足りてなくない？ 5 待って、 70SP2 足りてねえ。うわー、うわー、加護5コン、
どうする？ここ技能を捨てる？技能を捨てる選択肢もあるんだけど、いやーこれやってかないとね、やってった方がいいよなー。多分過去5コンにしよっか。過去5コンにしよう。お前の敵は俺が撃つ。任せてもらおう。このあとなんか取り返せる手札が来れば。奥義2枚が良かったです。どっちにしても変換スキル2つ必要か。ジョーヌが全然溜まってねえんですけど、困っちゃうな。ジョーヌもね、溜めたいよね。ジョーヌ全然溜まってねえ。残り4ターンか。ビオレが溜まった。これビオレたまんねえな、この感じ。ビオレじゃねえや、ジョーヌの極み読みたまんなそう。ここでまた技能3枚、あ、6枚変換される。まあ実質3枚か。全員奥義溜まってるから。こうなっちゃうんだよな。うわぁ。極み奥義がたまらない問題。極み奥義が溜まってこない。めめめ。たまらない極み奥義。困っちゃうね、これね。困っちゃうね。これどっちにしても、ブランの魔装甲2枚じゃどっちにしてもこれじゃたまんねえな。すごい微妙。激微妙っすね。あとは引き受けましたわ。お前の仇は俺が撃つ。まあこれでも一応 S ランクは取れるかな。 S ランクはギリ取れるって感じかな。
あとね、これ見て思ったけど、SP 足りてねえな。SP 足りてねえな。くー、SP 足りてねえ。SP 足りてねえ。SP 足りてねえんだな。足りてねえけど、この場合だったら、SP 足りてねえ。最後にまたブラン出したいから、貫通バフ。これで強振率アップで魔攻アップに奥義バフ、強振力アップ。これなんだっけ、あ、弱点特攻と強振耐性ダウン、さらに極み良い発動コンバフ、空属性耐性ダウン。ってことだね。一番火力出そうなビオレだけ見ると、攻撃力 116% アップ、防御 20%、 防御関係ねえわ。貫通率 100%、 強振率 100%、 魔攻が 100%、 弱点特攻 100% っていう状態ですね。これでぶち込んでいくと果たしてどうなるかっていうことですね。はい。で、敵の日向さんの状態が貫通耐性ダウン、強振耐性ダウン、空属性耐性ダウンです。奥義に特別なバフデバフついてないよね。だから誰から撃っちゃっても大丈夫か。ドコーン。あ、でもあれだったね、今やっぱ強振力バフの関係上はなんか普通の通常奥義のジョーヌと極み奥義のビオレのダメージほぼ一緒だったね。オッケー、こんだけ出れば十分じゃない、ピックアップキャラなしでこんだけ出るんだ。これもっとジョーヌにあれだね、極み奥義溜まってたらもっと出るんだ。これ新キャラなしでここまで出りゃ十分じゃない ?21 万出ると思わなかったわ。せいぜい十数万なのかなと思ってたら、全然いくね。全然いいね。これ出るんだったら。なるほどね。なるほど。はい。ということでですね、今回の4月のガチャキャラ何も持ってない人は一応、こんな感じの編成もありなんじゃないかなと思いました。ちょっと立ち回りというか、手札のマソコン、ね、もうちょっと良かったりとか、あとね、僕自身の立ち回りもうちょっと上手ければ、まあ、さらに伸びる可能性あるんじゃないかなと思いますので、ぜひ武勇祭まだまだ続きますので頑張ってみましょう。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。